石垣島、石垣島は沖縄県石垣市に属する八重山列島の島である。沖縄県内では沖縄本島、入表島に次いで3番目、日本全体、北海道、本州、四国及び九州の4島と沖縄本島を含むでは21番目の面積を持つ。人口は約4万9000人2019年2月時点。石垣島は 八重山列島の政治、経済、教育、交通などの中心地である。県庁所在地の那覇市からは南西に4 1 0トル離れている。一方、台湾とは、おおむね2 7 0トルしか離れておらず、地理的には、日本の大半の地域よりも台湾に近い。白穂座をネタ原道結遺跡から、日本最古と見られる、約2万年前の人骨が見つかっている。 1771年の八重山地震、名和の大津波を含めて、巨大津波が過去2000年間に4度押し寄せたことが、地層調査で明らかになっている。面積は 222.25km。島の主要部は、おおむね五角形で、その北東端から北東方向に細長く、野底半島及び、平急保半島が突き出ている。 島の中央やや北にある標高525.5メートルの大本岳は沖縄県の最高峰であり、この山井北は山勝ちである。大本岳の山腹からは石垣島最大の宮永川が南流するとともに、メイクラ川が西流して河口にナクラアンパルを形成する。南部は隆起山五章の平地が多く人口が集中する。亜熱帯海洋性気候に属する。また、 気象庁の平年値、1981から2010年に基づくと、欠片の気候区分上は、熱帯雨林気候に相当する。隣接するモ表島と、共通する貴重な種が多数生息している。若干の差が見られるものもあり、例えば、八重山すみれは、種としてはこの両島の実に分布する固有種であるが、モ表島のものが亜種とされるのに対して、石垣島のものは、 変種の石垣すみれとされている。一方、未だに大半を森林に覆われている、モ表島に対して、古くから開発が進んだ石垣島では、森林の面積は広くなく、数を減らしている生物も多い。例えば、コナカハグロトンボは、石垣個体群の実が、沖縄県の絶滅危惧種に指定されている。宮永川川,川口のマングローブは、 国内最大の面積を持つ。西部のナクラアンパルは2005年にラムサール条約に基づいて保護すべき貴重な湿地に登録された。北部の前原のヤ重山マ主シュ群落は天然記念物に指定されている。海岸では珊瑚礁の発達が良く、特に南西側には西表島との間に石西礁湖が広がる。北西部のカビラ湾も 流れが急で多様なサンゴが見られることで有名である。東南側の白穂サンゴ省には約120種以上のサンゴが分布しており、1987年に国際自然保護連合 IUCN の調査により北半球最大規模とされた青サンゴの大群落をはじめ、浜サンゴの巨大な群落やマイクロアトール、指枝浜サンゴの群落が見られる。 2007年8月1日、石垣島の面積の約3割にあたる約7000ヘクタールが入り表国立公園へ編入されるとともに、名称が入り表石垣国立公園に変更された。これにより、かつて真空港問題で有名となった白穂地区等が海中公園地区とされ、海中公園の面積は国内最大となった。これは国立公園としては、 1964年の富士、箱根伊豆国立公園以来43年ぶり大規模な拡張である。この地域に固有の動植物、固有種は多い。その多くは入り表島と共通である。それらのうち、石垣の名を冠する代表的な生物としては以下のようなものがある。なお、石垣大や石垣ふぐは石垣を名に含むが、石垣島とは、 無関係である。島の周辺は日本の代表的なダイビングポイントの一つとして知られ、一年を通して多くのダイバーが訪れる場所となっている。2017年のスクーバダイビング専門誌、マリンダイビングによる読み投票では国内ダイビングエリア部門で1位に選出された。カビラ石崎には世界有数の南洋マンタのクリーニングポイントがあり、8月から10月を 最盛期に年間を通じて遭遇率が高い。島内には八重山ダイビング協会に加盟しているダイビングショップだけでも約70店舗がある。また、シュノーケリングについても島の業者による観光客向けのツアーが再行されている。2013年に新石垣空港、パイノ島石垣空港が開港し、旧空港時代から就航している日本トランスオーシャン航空。 琉球エアーコミューター及び ANA のほか、LCC を含む格安航空会社のスカイマークやピーチアビエーションが新たに就航したほか、国際線も新たに就航した。石垣港から八重山列島各島への定期旅客航路がある。八重山列島が家は、かつては琉球海運や有村産業による那覇や台湾、香港などへの定期旅客航路を運航していたが、 いずれも運行を休止するか、旅客営業を停止している。沖縄本島と石垣島の間4 1 0トルには、宮古島にある、陸上自衛隊宮古島駐屯地及び航空、自衛隊宮古島分屯基地を除き防衛省、自衛隊の管轄にある施設は存在しない。また、南西諸島においては、沖縄本島及び、与那国島以外には、 陸上自衛隊の部隊が配置されておらず、防衛省では南西地域の自衛隊配置は空白状況にあるとしている。ただし、海上については海上保安庁が管轄する石垣海上保安部や宮古島海上保安部が所在し、尖閣領海警備を中心にある程度の対処能力を既に有している。中国海軍の軍備強化を受けて防衛省は、 26中規模及び31中規模に基づく離島防衛強化のため、石垣島への陸上自衛隊の部隊、離島警備部隊及び死体空、地対艦ミサイル部隊配備を決定してり、中東地建設のための用地取得に向けての調整を進めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。